2023年の一時点では、セルジオ・ペレスはマックス・フェルスタッペンに大きく遅れを取っており、その差はカタール GP で特に顕著だった。チェコはチームメイトより80秒遅れでゴールし、スポーツ史上最も支配的なマシンのほぼ一周分遅れていた。この状況から工場に戻り、遅れの原因を深掘りする必要があった。だが、ペレスはシーズン終盤には、 それなりの結果を残した。しかし、ヘルムートマルコの微妙な警告があり、2024年は、再び、彼にとって、厳しいシーズンになる可能性がある。一方で、マックス・フェルスタッペンは、2023年の終わりから2024年にかけても、トップでの強力なリードを保っているようだ。バーレーンでのプレシーズンテスト後も、彼の強さが続いている。一方で、チェコは、他の競争相手に比べて、 車の性能に苦しんでいるようで、バーレーンテストでは、平均して、フェルスタッペンから、コンマ6から7秒遅れていた。ヘルムート・マルコは、ペレスに対して、マックスを頭から解放して、自分のプログラムを推進する必要があるというメッセージを送ったと、報じられている。これは、来るべきシーズンが、再び厳しいものになるかもしれないことを示唆している。コメント、早速、マルコのペレスへのプレッシャー始まりましたね。 第一戦始まる前にですかどうなるのでしょうね